はいどうも、こんばんは、よかこんにちはね。まあ今日早めね、ちょこちょこっとね、今日は早めに仕掛けようかなっつうとこでね、さっきね、リュウとリルクの出張のね、シャンプーね、まあまあシャンプーでもシャンプーだけでございませんけれどもね、いろいろとやっていただいて、2人はリラックスした感じでね、気持ちを先にしておりますけれどもね、またツイッターの方ね、見てやってくださいよ。アップしましたからね、そのあたりで。ちょっとこの時間帯は暑いかな、まだね、いうところでね、皆さん油断していらっしゃるでしょうけど、今日早めにこれアップしようかなとね、アマダー女子のうちよろしくお願いしますよとかね、今日もパチパチっと初めての登録の方からまずパチッとお願いしますよ。もう10月ね、入ってしまったというところで、あと3ヶ月、年内ね、まあ、まあ気合いの3ヶ月というところでね、元気込めていきましょうよ、暑いけど。この後はリルクのお散歩と、その前にレオのね、ちょっと体重測りに行こうかなってね、病院の先生にお願いして、体重計、何ていうの、測り台みたいなのね、診察台に乗っけさせてもらおうかなって言ってね、まあ土曜日だけど、この時間帯もお仕事中の方ね、ラストまで頑張ってくださいねってところでね、今日はちょこちょこっと自己満で、まあ今日はより毎日自己満ですけどね行かせてもらいます。よろしくお願いします。幸せがなんであるのかさえわからなくなってしまいました。僕がなんであるのかさえ君の中で壊れてしまってるよね。ずっと一緒にいようと約束したのに、君の孤独を埋められず、一生懸命大切な思い出だけを僕は伝えようとした。好きで好きで好きで、どうしようもないほど、そばにそばにそばに、君のそばにずっといたい。まだ間に合うかもしれないさ、今すぐ君の手を引いて、本当の自分を取り戻さなければ、後悔なんてしたくないから、ほら君の心に笑顔が少しでも残っているなら、もう一度僕の胸に飛び込んでおいで、もう二度と離さないから。好きで好きで好きで、どうしようもないほど、そばにそばにそばに、君のそばにずっといたい。好きで好きで
好きでどうしようもないほどそばにそばにそばに君をそばにずっといたい。はい、OK、あらしゃ、きれいに終わってましたね。まあ、きれいに終わったかどうかは分からへんけど、その辺りね、パチパチパチっと、行っちゃったりなんかしたりなんかしましてね、今日はここまで、これね、終わっていきたいなと思います。続けたまに苦しそうな咳払いをしてた西新宿の飲み屋の親父が昨日死んだ。俺の命もそろそろかなって吸っちゃいけねえタバコふかし、日本も今じゃクラゲになっちまったと笑ってた。割と寂しい葬式で春の光がやたら目を突き刺してた。考えてみりゃ親父はいい時に死んだのかもしれねえ。地響きがガンガンと工事現場に響き渡り、やがて親父の店にも新しいビルが建つという。銭にならねえ歌を歌ってた俺に、親父はいつもしわかれ声で俺を怒鳴ってた。錆びついた包丁研ぎ、取れたての鯛をさばき、出世払いでいいかなとっとっとって言ってた。やろうなら今しかねえ、やるなら今しかねえ、66の親父の口癖はやるなら今しかねお気に入り、ありがとうございました。明日もやるよ。頑張っていきましょうね。明日もね、よろしくお願いします。今日はここまで。バイバイ、ロックンロール。ユーミン見てください、夜は。まだまだね、夜は長いと思いますんでね。明日、頑張っていきましょう。バイバイ。お気に入り、ありがとう。またおね。